ペイ TikTok の事務所作ったけど、キャスは女芸どっぷり。ミズニャン TikTok の事務所作ったの本当に何それ一番笑った今日一番笑った。 TikTok の事務所作ったの。事務所、あ、何もう会社経営みたいな感じなのそれ。なんなの事務所って入るやつ。いや、いるんじゃないの。あ、会社の役員。あ、社長ではないんだ、役員なんだ。社長大丈夫？ミスやん役員して大丈夫なのそれ誰がねえ A の X に書いてあった。あ、そうなんだ。もう一回面接してもらってこいよ。超やだ、今より稼げなくなっちゃうよミズニャンに流れる可能性あるんでしょ、私たちの1000円ってなっちゃうじゃん余計投げ銭もらえなくなるわ。ただでさえもらえてねえのに。勘弁してくれ。副社長みたいな感じなんだ。ニトゲンは会社入社してクリエーション事業部作って、そこの部長として働いてるって知ってる？なんかそうなんだ、頑張ってほしいって。普通に素直になんかミートゲンゴロだったらその役職いけそうって思うじゃん。なんかこの違い何なんだろうね。ミズニャンがってなるのとミートゲンゴロがってなるの全然違うんだけど、リアクションが全然違う。素直に受け入れられるものと大丈夫かってなるこの差って何なんだろうね。普通の反応フェイ雑に扱いすぎ。いや別に雑に扱ってるわけじゃないのよ。いやでもさ、なんかかれこれさ、なんかいや俺法人化してさ、一応社長やってんだよねって言ってた時期があんの。あれどこに行ったのって話だし、どこ行ったのって話なの。だからこの話も本当なのかねって思っちゃうし、その自分の会社ってなんかどうなったのかなとか、今まで積み上げてきたもんが全然違うからな。東京に名前乗るってどうやつらしいぞそうそう、だから本来はそのなんか大阪にミズニャンって住んでて、でそれでこっちに住んでたので、後ろにホワイトボード置いて、ここ事務所なんだよね、あっって放送したの。東京は別になんか自分の家がないからこの事務所に住んでるって言ってたんだけど、もうめっちゃ自宅なの。めっちゃ自宅なわけじゃん。誰もがミズニャンのこと知ってるやつらはめっちゃ自宅やんってなってるわけよ。だからあの話って何だったのみたいななってるから、なんかなんなのっていう。ペガコ編の後のこれってどうなんや、まだ全然合わせるぐらい話進んでないのに嬉しくてツイートしちゃったっぽいよ。だから前の企業の話は嘘なるほどね。水くそにあの大阪って自宅ですよねってリアトとしたら、何言ってんの、事務所に決まってんじゃん、見たことないの、寝た方がいいよって言われた。そうなんだ。じゃあ大阪も事務所なんだ。なんかわかんねえけど、でもね、うまくいけばいいよね。